はい、皆さんこんにちは、竜生き物王国です。本日はですね、私ところで飼育している有尾類、水生生物での有尾類と言った方がいいですかね。例えばイモリだとか山椒魚系ですよね。こういうのをちょっと再びになってるかもわからないですけど、ご紹介させていただきたいと思います。それではどうぞ。こちらのカスミサンショウウオの幼魚たちですね。ちょっと振って分かるようにしてますけども、どうしてもね、こうして大きさに格差が出てきます。言いにくいんですけど、共食いしながらですね、大きくなる生き物でして、こちらですね、育苗ポットにですね、1匹ずつ、こうなるともうもちろん共食いできません。以前から紹介しているように個別飼いをしているわけですけども、横からね、この脇の NV ボックスのとこからエアレーションを起こして水に波を打たしていることはしておりますが、基本的に隔離されております。はい、こちらはですね、ウーパールーパーの赤ちゃんたちですね、妖精ですね。よく似てるんですけどね、カスミサンショウウオと。まあもうちょっとしたらこれぐらいに大きくなってきますね。まあこれになるのはね、本当に1年もかかりません。結構ね、成長スピードは早いんですよね。ウーパールーパーにしろ、カスミサンショウウオにしろね、こういうサンショウウオ系はすごく成長が早くて、その分寿命も短いと。寿命も短いって言っても、まあ3年から5年は生きるんですけども、こちらは大元の親たちですよね。こうなるとね、一緒に多頭飼いしてもね、そんなにね、いつも言っているように足を食いちぎられたとか食べられることはもうまずないですね。お互い力が強いので、そういうことはもうほぼないです。今日はですね、そういう、私はですね、こういうサンショウウオ系、トカゲ系が大好きなので、ここには映ってきませんけども、例えば双子ヒゲトカゲだとか、レオパード月光だとか、ヒョウモントカゲモドキだとか、そう、この辺のタイガーサラマンダーとか、この子らは北米の子なんですけど、ね、どうもね、可愛いんですよね。顔が可愛くて、ちょっとおとぼけな顔が大好きなんです。それとね、もちろん懐きはしませんけど、まあ餌くれ状態はいつもしてくれるんで、この子らはね、大きなったらね、30センチぐらいにはなります。結構大きいんです。もう20センチ後半ですよね。もう3年ぐらい飼ってますんでね、もう大人でしょうね。この子らは元気で、ほぼと言いますか、全然病気もしたことございません。続きましてですね、マダライモリなんですけど、このマダライモリというのはヨーロッパですね、主にヨーロッパ、フランスとかね、その辺に似てるようなイモリです。すごくね、柄が綺麗なんでね、わ、気持ち悪いよっていう方もおられると思うんですけど、柄が綺麗なんです。で、基本的にこのサンショウウオ系の生き物は、すべて私は繁殖をね、したいなっていうのが夢でね、ずっと飼ってるんですけども、なかなかね、この子らでいうところの繁殖っていうのは水の中でするらしくてですね、私も水にずっとつけてたことがないので、繁殖はなかなか難しいんじゃないかなとは思ったりもしてるんですけど、まあオスメスの区別もそうですし、今後ね、その繁殖を目指して頑張っていきたいなと思っております。そして最後にですね、アメイロイボイモリですね。この子はですね、中国とかね、ヒマラヤとかその辺におる、ちょっとね、高度が高いところにおるイモリなんですけど、この子たちもね、増やしてはいきたいとは思ってるんですが、なかなかね、これもまたうまいこと言っておりませんが、まあ私はこういうのが大好きです、というご紹介でございました。本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画が良かったかなと思われた方は、チャンネル登録、そしてグッドボタン、よろしくお願いいたします。それではまた次回にお会いしましょう。ありがとうございました。